お元気ですか？僕趣味です。今回はエポック2023阪神タイガースプレミアエディションベースボールカード開封動画後編の4パック開けていきたいと思います。では後編の4パック開けていきたいと思います。まずは1袋目でございます。桑原健太郎選手でございます。高浜優斗選手でございます。元北海道日本ハムファイターの選手でございます。で、背番号25番渡辺亮選手でございますのカードでございます。元、ね、北海道日本ハムファイターズの選手でございます。いつぼひなせ選手でございます。糸原健人選手でございます。原口文人選手でございます。で、2袋目でございます。近本浩二選手でございます。で、渡辺亮選手でございます。で、こちらですね、小畑龍平選手の金箔サインカードでございます。で、こちらがですね、50分のなんと1でございます。ナンバーワンカードを引きました。で、門別圭斗選手でございます。で、カイル・ケラー選手でございます。湯浅敦樹選手でございます。3袋目でございます。小畑龍平選手でございます。で、大山雄介選手でございまして、直筆サインカード出ましたね。これは富田蓮投手ですかね、直筆サインカードでございます。128分の、これが28でございます。ごめんなさいね、128分の28でございます。合ってました、失礼いたしました。で、トイレージ選手でございます。で、西純也選手でございます。伊藤正史選手でございます。で、最後の4袋目でございます。伊藤隼太選手でございます。で、中野拓夢選手でございます。で、こちらもね、すごいカードですね。阪神タイガースの、大山雄介選手ですね、このカードでございます。こちらもね、TR ナンバーカードでございまして、24分の10でございます。富田蓮選手でございます。坂本誠志郎選手でございます。で、最後に熊谷孝弘選手でございます。はい、以上でエポックプレミアム2023阪神タイガース、ベースボールカードの開封動画終わりたいと思います。でですね、次はですね、競馬ジョッキーのね、カードを購入いたしました。こちらはですね、メンバーシップ限定でございますが、もし興味のある方はぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。